こんにちは。こんにちは。今日は何を紹介してくれるんでしょうか。今日はお財布を買い替えの方に長財布かコンパクト財布か失敗しない財布の選び方です。ありがとうございます。長財布かコンパクトかで、まあ、悩む方多いですもんね。はい、はい。うすさ、今回はこのアンカーブリッジさんっていう L 字の財布でちょっと検証をしていきたいなと思います。はい。で、うすさは本当に変わらず、どちらも、1センチぐらいの、サイズ感になります。はい。で、今回こちらが1万円札5枚、5000円札5枚、1000円が10枚で、カードが10枚で、999円分のコインを用意しました、はい、はい、では早速入れていきます。おー、これでね、どれだけ入るかな。はい、これでね、アンカーブリッジさんの結構しっかりめの馬側の革ですね。で、こんな感じで、カードが取り出せるような仕様になってるんですけども、はい、ではこちら1枚、はい、はい、これで全部入りました。はい、こんな感じです。しっかり入りましたね。しっかりと、あまり膨らむことなく入れていただけます。なので、まあ、これ今1000円札と5000円、1万円と分けたんですけども、もうお札は絶対にこっちっていう風に分けてもいいかと思います。お札のお札ポケット、カードポケット、これに、これだけ入っててもここまであるので、これにはめちゃくちゃ見やすいかなと思います。で、カードもこのまま取り出してもいいですし、まあ、こうカードを取り出してもらうとより見やすいかなと思います。はい。はい。ということで、長財布でしたらさっきの枚数が全部入るようになります。はい。はい、では続いてショートサイズ見ていきたいと思います。はい。はい、では続いてショートサイズを入れていきたいと思います。これは左右に分かれてるので、こっちにお札とこっちにカードっていう風に分けていただけたらと思います。はい。さあ、何枚入るでしょうかね。わー、入るかな。これで今10枚です。こんな感じです。おー、で、この1000円札も今10枚です。はい、それで全部で20枚。おー、こんな感じです。すごい、はい、カバ感で、次カード、これも今10枚入ってます。まあ、ちょっと多いかなって感じですね。苦しそうな、はい、ちょっと苦しそう。で、小銭、はい、ちょっとこんな感じで、はい、今ちょっと苦しそうな感じになってて、ね、閉まらないことはないと思うんですけど、ちょっと閉めるのはあまり財布にはよろしくないので、ちょっと減らしていきたいと思います。はい、ちょっと5枚、1、2、3、4、5、まあ、5枚にカードを減らすとこれぐらいの、なので20枚と、はい、お札20枚と小銭が15枚とカードが5枚で、こういうショートサイズの L 字のタイプがスッキリと収まるかなという印象です。まあ、お札もね、増えたり減ったりはするとは思うので、
こう、まあ、10枚ぐらいが一番綺麗に見えるかなっていうサイズ感なので、うんうん、カードとかをメインで使われる方とかであれば、うんうん、こんな感じでスッキリは持っていただけるので、まあ、綺麗に一番綺麗に保てる枚数としてはお札10枚、カード5枚、小銭が15枚ぐらいが一番綺麗に持てるかなという感じです、はい、なのでカードが多い方はこっちの、うんうん、長財布キャッシュがメインの方、うんうん、でカードがメインの方であればこっちのショートサイズになります、うん、付け替えをお考えの方、自分の今持っているまあ、カードやお札とかを確認して長財布にするかショートサイズのミニ財布にするかをお考えいただければと思います。はいはい、では今回は検証動画、まあ、失敗しないためのお財布の選び方でした。ありがとうございます。ありがとうございます。